政府は3度目の緊急事態宣言の発令の検討に入りました政府の新型コロナ分科会の尾身会長は緊急事態宣言についてなるべく早くやることが求められていると強調しました政府は3度目の緊急事態宣言発令の検討に入りすでに要請があった大阪府や近く要請する見通しの東京都や兵庫県を対象地域にする方向です今も 重点措置のあるいは緊急事態宣言が今、議論になってますけど、なるべく早くやるということが、これからさらに特に変異株のことがあるので、求められたと思います尾身会長は国会で、早期に緊急事態宣言の発令が必要だとの認識を示しました。 一方で2回目の緊急事態宣言を解除したタイミングについて総合的な意味では合理性があったとしつつ今の大阪府のような状況にならないようにリバウンドの兆候が多少でもあれば早く対策を打ってほしいというのが当時の諮問委員会の総意だったと述べました。